私は、中和発生訓練支援システムにおけるゲーミケーション導入といった研究を行っています。本研究で取り扱う分野である音声治療は、日々の訓練継続が難しいと言われています。理由としては、音声治療における訓練は、毎日が同じ内容の繰り返しであることから、患者のモチベーション維持が難しく、患者が治療を途中でやめてしまう、ドロップアウトが問題となっているからです。そのような音声治療において、私は、 発生訓練を楽しみながら行える環境の構築、患者のモチベーション維持、ドロップアウトの防止の3点が課題であると考えます。これらの課題を解決するために注目をするのがゲームフィケーションです。本研究では、音声治療の1つであるチューブ発生にスロットゲームを連携することでゲームフィケーションの導入を行っています。加速度センサー M56C プラス、Unity で作成したスロットゲームで構成されており、 患者はスロットゲームを楽しみながら発生訓練を行うことができる環境となっています。この後に実際のデモの映像を流します。こちらがデモの映像となっています。今画面に映ったストローを患者は口に加えて発生を行います。そうすることで画面下に映っている M5StickC という IoT デバイスからコマンドが送信され、 タブレットのスロットゲームが作動するといった仕組みとなっています。それぞれのリールの下にある黒いボタンを押すことで、リールが停止し、その際のデメに合わせて画面上部にあるスコアが加算されていきます。このように患者はスロットゲームを楽しみながら、チューブ発生を行うことができる環境となっています。